やっと自由になれた。こんにちは、地球のマスター。私のことはもう知っているでしょ？今更だけど、改めて名乗らせていただくわ。原始宇宙の女神、冥界宙域アンキエル・シキガル。見ての通り、人類悪ビーストよ。逃げても無駄だから、観念して死になさい。あまり焦らないで。ゆっくり楽しみましょう。ビーストであっても根底は変わりません。捧げ物をもらうとついね。レベルアップ感謝します。派手に使ってほしいところだけど、貯蓄はある？使い切るのはもっと後で。そう、成長限界が来ると次の霊気に変わるのね。とてもいい。あれ？でも何かしら。このフォームの次は冥界星雲になるはずだけど、何か違う未来が待っているような。ビーストになったからには責務を全うします。この姿の地球人類のエレシキガルではありません。人類が観測している宇宙より、はるか前の宇宙。原始宇宙にある暗黒の宙域。それが、アンキエレシキガル。まあ、霊気がまるっと侵食されちゃってるけど、これも同じ名前、同じ役割を持った女神のヨシミよ。この姿である以上、清く正しく人類役を全うするから、そのつもりで。わかる？霊樹で私を縛ったりしたら、後が怖いんだからね。アンキエルシキガルに乗っ取られているわけじゃないわ。私と彼女、考えが同じだから受け入れたの。高校生が社会人になったようなものよ。能力と責任が変われば、性格だってちょっとは変化するものでしょ？あくまで私の美学のもと、公私混同して人類を滅ぼしてあげる。ちゃんと見ているわよ。私の契約者に自由なんてあると思って？人間の一生はあまりにも短いのだもの。一瞬も気を抜けないわ。霊気と言っても、疲れるものは疲れるのね。足を揉んでほぐしてくださる？人間の形で活動するのは楽しいから、ついはしゃぎすぎてしまって。ほら、早く。優しく丁寧にしてくれた分、私も優しく丁寧に人類を滅ぼします。ウィンウィンでしょ？あなた。いつになったら死んでくれるのかしら。早く私の宇宙で最も恐ろしいと言われた本体を見せてあげたいのだけど。急ぐことはないわね。何をしても人間は死ぬんだし。人生の記録は長いほど美味しいわ。出陣よ。剣を取って。ビーストの力、見せてあげる。主従関係。というのは、私の冥界にはない言葉よ。私と人類、強者と弱者、管理する側と管理される側。それだけでしょ？マスターとの関係？好きよ。だから契約しているんじゃない。ちょ、ま、アシュタレトがいる？あいつ、こんな宇宙で何やってるの？しかもなんか、丸くなってる？一度封印されて、一緒に旅をして、いろいろあって合体して人類の味方になった？そう。何言ってるかわからないけど、一応お礼は言っておくわ。
あれでも親戚みたいなものだから。反人類史におけるビーストね。なかなかの冠だわ。魔を示す角は、私たちビーストの証にして誇り。あの獣も多くの悪をなしてきたようね。は？私の角はどこだ、ですって？私の頭にある冠型の角ですけど、もしかして髪飾りと思ってたりした？あなた、アンドロメダと仲は良い？あのクジラ、素敵よね。アンドロメダ本人も、なんか宇宙的なルーツを感じるし。今度、席を取り持ってもらえたりしたら嬉しいんですけど。でもあの子、底抜けに明るいのよね。話についていけるかしら？私、疲れているのかしら？そうよね。ビーストの責務で疲れているのよ、きっと。だって、こんな宇宙の端に銀河警察の聖剣使いがいるとかありえないもの。新宇宙から介入しているものもいるのね。いえ、介入するための精一杯の工作といったところ。私も似たようなものだし、邪魔はしないわ。開拓にバットルートはつきものだし。でも、こっちに権限したら、その時は真っ向勝負よ。暗黒の空に沈めてあげる。あれ？あのワンジナって子、どう見ても銀河精霊？へえ、地球生まれの銀河育ちなんだ。珍しい。惑星に芽生えた生命を育む気候。幼い顔をしているけど、立派な使命を果たしてきたのね。ぜひ、私の宙域にも来てほしいものだわ。生きている人間は大好物。長く生きて、情報密度を深めているなら文句なしよ。その上で死んだ人間は、そうね。宝物と言えるかしら。嫌いなもの？私よりでかいやつと死なないやつよ。グラバスター級の女神がいたらぶっ殺すわ。聖杯で飲むブドウジュースは美味しそうね。一度と言わず何度でも味わってみたいわ。マスター、飛んでみて。イベント中なら身だしなみをしっかりしないと。私だけの話ではないわよ。私の持ち物であるあなたもね。誕生日なんですってね。人間の分際でよく生き延びたものです。尊敬に値します。だってちょっと致命傷を受けただけで人間って死ぬんでしょ？なのにめげずに生きてるなんて、けなげすぎて抱きしめたくなってくるわ。そういった理由で。はい。一年のご褒美は何が良くて？宇宙旅行？世界征服？何でも聞いてあげるわ。女神神殿融合！宇宙の秘密を教えてあげる！この手を離さないことね！エディンシグラコラプサー！疲れたのなら、休んでいく？